太鼓のプレイ。CPU プラザ。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、イノジェンです。イノジェンのアストロプレイルーム、続きをプレイしていきたいと思います。今度は3つが終わりまして、ちょっとここ、今度は、メモリースカイ。いきます、気持ちよさそう。よいしょ、OK。黙々ゲートウェイ。黙々ゲートウェイ。キラキラだ。よし、乗って。OK。いやー、結構見ていくのも楽しいよね。お、もくもく。気持ちいい。この雲に乗るときが。まあ、全部のステージ好きだね。これ飽きないね、何度やっても。楽しめるわ、なんとだって。おぉ、外る。風が強い。風の振動も来るから。あ、痛い。俺に空き缶、危ねえ。空き缶がぶつかった。お、あれだよ。私、このゲーム知ってます。サルゲッチです。PS2 の時やってました、サルゲッチ。PS4 でもあるからね。4だっけ ?5 だっけ ?4 だったような気がするけど、まあ、とにかくやったことあります。骸骨だ。こいつは化けてるんじゃなくて首が取れちゃう。よし、うぜ、あ、違う。先にこっちから行こうかな。おい、アーティファクト。おー、プレステーションコントローラー。あー、おなじみのボタンの誕生。これは最初の初期のプレステで、いや、スティックがついてないバージョン。お、びっくりした、危ねえ。運よく倒したんだけど。OK。ぬかるんで、ぬかるみも。ここね、歩きづらいんだよね、実際。こうなってる。よし、OK。手紙。ああ、ちょっと上に。ああ、違う。たまにはコントローラー乗せてくれ。おい、コントローラー出してくれ。コントローラーの形とか。オッケー。おー、アーティファクト。プレステーションマウス。この子、あんたブドウ好きだね。ブドウ美味しいよね。あー、かわいい。ブドウ持ってるこの子。よし、これぐらいか。また吹いてくる。次は、次はやっぱあそこだよね。
ここを入れてここに行かなきゃ。おお、今さっきので死んだんだ。よし、 OK。 これすぐ行かないとね。引いたらすぐ行く。おお、やべ、風強っ。どっちだ。あ、まっすぐか。危ない危ない、落ちる落ちる落ちる。てててて、空き缶が当たる。なんか空き缶が当たった感じもする。すごい昨日頭から傘が。すごい雨が降ってる感じがする。強くなってきた雨が。危ねえ、危な。雨降ってる時それやると感電しちゃうよ。あれ、これ登れないのか。あそこあるけど。登れねえ、登れねえ。まあまあいいか、今回は。おいし、すごい、なんかあられ、あられみたいになるんですけど、あられだろ、絶対。かたかたい感じ、あられがぶつかってる感じがするね。おお、あれなんだっけ、刀部分で穴開いてるんでしょ、あられが来たら。おい、って痛すぎる。おお、危ない危ない。オッケー、最後はこれを。よいしょ、風が。行きます。おい、ゴロゴロストリート、これでゴロゴロする。オッケー、着火。これはね、タッチパッドだけで触るの。まあもう今さっき乗ってたから言わなくても分からない。よし、そのまま突っ走ろ。こっち行こう。あぶ、関係ないか、こっちは。よし、このここだけ、ここだけ触るのは新しいね、パッドだけ。あ、鉄が当たった感じもすごかった。あー、ちょっと、これは、こっちはプレイステーションメモリーカード。お、コントローラーが、でかいコントローラーがある。おお、チェックポイント、吹き飛ばせ。おお、吹き飛ばせんかった。今度はこっちかな。よし、このパッドの部分を押し込むと止まる。おお、すごいすごいすごい。なんか感じる、あれを感じる。なんか鉄の部分、振動感。プレイステーションゲームディスク。あー、これこれこれを、なんか鉄を触ったような感じにある。おお、びっくりした。ごめんごめん。よし、あー気持ちいい。コインを取るのも気持ちいい。で、ここは勝手に操作されるから。おお、すごい。こっち、
俺は右右右右。 OK、 あとは風を吹いて。 おー、ビリビリ食らう。よし、ダブル撃沈。あ、こっち気持ちいいな、雲の上は。おっ、おっと、危ない危ない。お、びっくりした、危ねえ。おい、あー、嘘、嘘。おい、一緒に連れて行かれた。お、危ない、飲み込まれた。すごい雨が。オッケー、これでオッケー。こっち行ける。こっちは後からだね。こっち行くか、とりあえず。よっしゃ、雨が降ってる感じがすごい。よいしょ、アーティファクト、プレステーションマルチタップ。ズームすると雨に当たってる部分が丸バツ三角四角、プレステーションのマークだよ。すごい。あ、今度こっちから行けるのか。わざわざ戻らなくても。滑ります。よし。よし、OK。テレビ、昔のテレビだ。はい、あ、危ねえ。あれ？登れないんだね。乗れって感じやね。すごいね、このでかいやつが、この巨人が動いてるし、どうもすごい。気持ちいい。止まって行け。お、滑る滑る滑る。お、船ギリギリや。ギリギリセーフ。お、お、いいね、気持ちいい気持ちいい。あ、ストライク、トライクです。ゴール。
わあ、わあ、初代プレステ。わあ、すごい。鳥肌が立った。ちょっと感動しすぎて。昔を思い出したわ。ほら、君たちはプレイステーションのマークを眺めてどうしたテレビを。すごいなぁ。プレステの感じだ。すごっ。よいし。初代プレステ。初代プレステ使いすぎで、なんか、もう石壊れちゃって動かなくなった時があってね、このなんか、あれでした、このレンズの部分があってね、このレンズを石食ったら治らんかって試したんだよね、何回も。でも治らなかったんですよ、それだけでレンズ触っちゃダメだったよ。最初は気づかんかったよ。ここを触れば治ると思ってたから。治れませんでした。その記憶はある。今はもう、レンズ好きじゃないからね、ただディスク入れるだけだからね。初代プレステ。おお。なに？おお。プレステーションラボ。おお。かわいそうだろ、プレステーション4少ねえな。いや、今回も3回だけやるか。ほい、来た、金。プレステーション3、これ3だね。開く。最後のラスト金。お、最後は初代プレステ。ちっちゃなったちっちゃなったプレステーションって感じだね。買って書いてる、そうやって。ああ、じゃあいつものように最後は初代プレステのとこで終わりにしようか。いきます。すごいな。ああ、ちっちゃなったな、初代プレステ。二つのとこ。こういう感じで。あ、それか。どうしようかな。これ乗って終わるか。あ、いや。これで終わるか、こっちで。よし。はい。ということで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回をお楽しみに。ほんじゃ、またな。